まあ、伊集院光る深夜のバカ力を、伊集院光る深夜のバカ力をってこんなエコーの中喋り始めるんだならタイトルコールをしちゃえばいいじゃんって話なんですけども、<laughs> これ後に貼ってやるやつなんで。まあその <laughs>、月曜ジャンク伊集院光深夜の、<laughs> ミキサーの岡部さんがテーマ曲ぶつけんのぶつけねえのみたいなそういう戦いですからね <laughs> 僕がこれ普通のこう分析として言って喋ろうとしてるのにもしあテーマ曲ぶつけちゃったらこれ大失態ですよ。<laughs> <laughs> 伊集院光る深夜のバカ力の話をしたいだけなんですからま月曜ジャンクって言ってないですか当然これはタイトルコールじゃないっていう。そこにちゃんとヒントは入れてますからね。えー、えー、まあ今、その三木さんの岡部さんが、あのクソ虫に新しいいじられ方をしてることにまあ苛立ってはいると思うんですけども、まこの番組をよく聞いてたり、まぁ伊集院っていうのはこういう人っていうのを多少こう理解してくれてる人は、 おそらく、えー、今週のこのオープニングは、えー、っと、日本シリーズの第5戦の、えー、ジャイアンツのキャッチャー加藤選手の、こう近いところに、日ハムのただの投手がボールを投げて、それがこう、審判がミスジャッジしてみたいな話をグッダグッダ、うじうじ言うんじゃねえかなって。言うんだろうな、あいつっていうオープニングから。 ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、それが意外に違いましてね。意外に違いましてね。僕らこう自分たちのやってる草野球の G リーグで、まあ、なんて言うんでしょうね。えー、っと、審判の皆さんの、の、 ミスジャッジ、ミスジャッジって言うと、ま、角立ちますけども、その不安定な審判の皆さんのジャッジに、もう慣れきっておりまして、これね、あの、審判の皆さんの名誉のために言っときますとね、値段の割にいい審判なんです。というのも、コミッショナーのその審判団とかを雇う権限を持っている、ブッチャーブラザーズのブッチャーさんが、ひどいねぎり方をしてるんです。<laughs> おそらく普通に、 草野球、軟式野球協会の審判の人普通に雇うと一試合多分、八千円ぐらい多分一人取ると思うんですよ。それが、あのー、二人で六千円っていう、<laughs> わしら金がないんやー野球はやりたいんやがーっていう泣き落としで、ちょっとずつシーズンずつに値段が下がってって、今、一人三千円っていう値段になっちゃってるんで、割とおじいちゃんたちが、 あの、やっとだから先シーズンまでいた、おかさん、えー、エコーは切りましょう。<laughs> ただいつタイトルコールするかはわかりませんけどね。えー、あのー、先シーズンまでいた、こう、まあ、あその人はミスジャッジをしないための、まあ、最大限の努力なんだと思う。視力が衰える中、ミスジャッジを最大限減らす、最小限にとどめるための、まあ、努力なんでしょうけど、 え、クロスプレイに関して、必ず、クロスプレイが出ると、普通は、横に手を広げて、セーフか、親指を立てて、マッチでーすっていう、何度も前奏の切れ目で、サメって言ってはまだだっていう、まあ、あの、鶴太郎さんの、あれ、どっちかじゃないですか。親指立てて、その、アウトっていうか、どっちかなんですけど、もうそれ、第三の選択としての、話し合いっていう、ま、審判さんがいたんですけど、その方、さすがに引退、なさいまして、 ええと、まあ、最近そこまでの人はいなくなったんですけど、まあ、ジャッジが荒れるんですよ。一人の人は、何なんだろうな、あの、完全なストライクをボールって言っちゃう。ここまでは普通のミスジャッジなんですけど、そうするとね、3球以内にキャッシュバックっつって、<laughs> もうその、本人も、やっちゃったってあるんだろうね。完全なストライクをボールって言っちゃったっていう追い目があるから、 二三球以内のボールをストライクにするみたいなのがあるんだけど、でも、こっち側からしてみるとね、バッターからしてみると、その、一球目の完全なストライクボールって言われてワンボールから始まって、その後ストライク二つ取られて、クソボールを最後キャッシュバックされちゃうと、キャッシュバックの度合いがでかすぎるから、困ったもんだなっていう。 だから変な、こう、その、ベンチからの指示で、完全なストライクをボールって言われて、まあバッターのまだあんまりこう試合出場が少ない、そのシステムに慣れてないやつが、カリカリしながら打席立ってと、キャッシュバックあっかんな、キャッシュバックっていう、普通のその野球用語ではないような、まあそれアドバイスとかヤジが飛んだり、あと今年入ってきた、あの審判の人が、なんかその人の野球観ってあるじゃん。 そうすると、難しいゴロを取って、これで、まあ、ランナー一塁で難しいゴロを取って、セカンドに投げて、セカンドフォースアウトで、さらにセカンドから転送する球が一塁に行きました。でいて、その一塁の判定が、どっちかなっていう時に、どっちかなのタイミングで、アウトっていうのが好きな人っていうのがいるの。<laughs> そのリズムで、その瞬時に見抜いて、 アウトっていうその審判のアクションってその野球の醍醐味の一個なんですよ。アウトかなセーフかな。だけどそれをもう本当に瞬時にボールがミットに入ったパンって音だけを聞いて、それでその、その一瞬後に足がファーストベースを踏んでるからアウトっていうのがすごい。で、それに憧れるのはわかるんだけれども、あのー、やっぱお年を召していて、<laughs> それとほ草野球だから、プロの送球を、プロのファーストが取るみたいに、パーンっていい音がするとは限らないんですよ。だから、あのー、変な話も、セカンドから一塁にボール行く時点で、あれがやりたいから、もう親指立てて待ってるぐらいの、<laughs> だからかなりセーブでもアウトみたいな人がいて、で、それがかなり勝敗を今まで分けてきてますから、それから局面を変えてきてるんで、あんまりああいうこう、 大変だな、野球ってっていう、ああいうこう、なんかミスジャッジとかがあっても、野球大変だな、みたいな。で、あとその、ま、この後タイトルコールして話しますけど、あの時こうすればよかったんだよな、みたいなことも出てくるわけ、点差が少なくなってくると。でもそういうのも、あの、自分が草野球で監督とか采配とかやると、あの、裏目に出ちゃうことは、まあ、あるしね、みたいので,で、今回もあの、吉井投手コーチが、 結構切れられてたんだっていう、<laughs> その、わからんもんでさ、中日のゴンドウコーチがさ、高木森道さんに切れてるっていう話をさ、してまだ半月ですよ。なのに、まさかの、日ハモの吉井コーチも栗山監督に切れてたっていう、あ、監督とずっと会わなかったんで、みたいな。監督とずっと会わなかったんで、あの、優勝しましたけど当然やめますよ、みたいな。ゾロゾロコーチやめるみたいな状況になってて。 で、割とこう、栗山監督にこう、ちょっと強く当たるような気合あるんですけど、そこはまた監督の辛さもその、芸人リーグにすごい分かってますんで、まあ、選手の皆さんが無事で、今年1年終わったんで、よかったなっていうか、そしてあの、ジャイアンツ強かったら、おめでとうっていう、まあそんな感じです。じゃあタイトルコールをします月曜ちャンクイーン位光る深夜のバカジカラえー、 なんかね最近すごい感じることはこれは俺の心が弱っているのか年齢的なもんなのかわからないんだけれども結局、日本シリーズ1回も完成に行かなかった行けない絶対的に行けないような、まあ、ちょっと珍しく忙しい週ではあったんだけど絶対的に行けないようなスケジュールじゃなかったんだけどっていうのもねなんか昔子供の頃は自分の悲劇のチーム日南軍が負けると腹が立つっていう感じで。 ある程度大人になってきたら日ハムも今みたいに強いチームじゃなかったからその負けてもまあまあいい試合だったなとかあの選手良かったなみたいな見方になって昨今今度負けると引きずんでもうもうなんか分かんないけど勝ったりとかねダルビッシュがすごいピッチングしたりすると結構単純に勇気をもらったりするわけ俺も頑張ろうって思ったり。 するわけだけど負けた時のどんよりをすごい引きずるようになっちゃって試合観戦まで行って負けちゃったらちょっと何日かダメだなみたいなだからちょっと行かないで家でこうちょっとこう薄めで見るみたいな薄めで見たところで状況はあんま変わんないんだけどなんかそんな感じになっててこれ野球に限らずなんだよね。 映画を見るじゃん。最終的につまんなかった回ってあるじゃん。つまんない映画ってあるじゃん。もうそれも昔はつまんねえなって腹立ったりとか、あとその後腹立って,てもしょうがないからその映画のいいとこを探したりとかになるんだけど、今もうつまんない映画を見ちゃったっていう後悔みたいので、長時間落ち込むんだよね。なんだろう、あと漫画とかです漫画も、 あの引きずるんだよね闇金牛島んとか引きずるからちゃんとこうスピーツ読む時にもうラストイニングを後に取っとかないとそのラストイニング先の牛島君ん後で牛島君はそ婚約指輪をはめた指を折ってしまうとはっていう。 ドメスティック・バイオレンスが出てしまうとはっていうあのどんよりとしたこの家族もこいつにいいようにされちゃうんでしょうがってなっちゃうと結構まぁ丸1日はないまでもなんかどんよりとした感じになっちゃうからちゃんと組み立てて組み立ててのであのさ何だっけえっとボゾンビのやつアイアム・ア・ヒーローアイアム・ア・ヒーローの置きどこが難しいの すげえあいつが頑張る回あるじゃんまあ、ちょっと今あの場面変わってんなってるけど最初に出てきた主人公があいつなりに頑張るときとかすげえ勇気もらうけどこれはもうどうしようもないわってなっちゃうときあるでしょでそれどうしようもないわってなっちゃう時の置きどころが難しいからもうヤンキー牛島んからエアムアヒーロー行ってラストイニングみたいなでその組み立てしてるときに。 今週ラストイニングなかったっていうああっていうどこにもないっていうあの回とかにすげえもうんだろう年それとももう俺の今心がダメなの昔より明らかにそういうことに対して弱くなってるねすごい弱くなっちゃってるんだよねだから。 引きずるんだよで草野球そうそう草野球2週前に今週その芸人リーグ1年やってきた芸人リーグのもう最終試合の天王山で勝った方が、えー、優勝っていう試合なんだよって,ってで俺1週間にもう毎日のようにバッティングセンター行き続けてからみたいなもう俺無理やり強行出場するからね 俺は監督兼選手だから今権限をフルに生かしてでっからみたいな話したっきりそ結果を言わなかったんですけど野球の監督ってね難しいよ本当にみんな高木森光さんとかね栗山さんとか責めるもんじゃないね <laughs> <laughs> あのこれ曲ちゃんと言ってかしようかな曲一発言って開けにしようかなえー寝言でネームです 日本シリーズね、ちょっと戻るけど、だからもう、その、日本シリーズも、その、熱くなって熱くなって、日ハムが負けて落ち込むみたいなことにもう耐えられないから、まず生では、生でその、球場ではまあ見られないなと思って、家で見てんだけど、家で見てても、もう熱いシーンとか、ものす、ここここでこのランナー帰んなかったら、俺の心が、もう、ダメだっていう時は、録画しながら見てるから、<laughs> <laughs> 一旦止めて、 全然違うこと5分ぐらいしてから、リアルタイムじゃないんだから大丈夫っていうか、リアルタイムでそれを追いかけ再生にして、で、まあ、案の定チャンスは潰れるんだけれども、まあまあ今起こったことではないからっていう、<laughs> もうそのもう俺が今熱くな、なり直した時には、終わってたんだから、大丈夫大丈夫みたいな感じ。あのー、緊迫した場面に、今の俺は耐えられないね。 あ第何戦ニオカが最後、代打で出てきて、ジャイアンツのピッチャーがマシソンかなんか出てきて、えー、っと、ニオカに一本出れば、みたいなところで、で出てきて、これでニオカが初球を、ポンって当てて、もう、まあ、フライ、フライトライナーの中間ぐらいのやつがライトに飛んで、それで試合終了、みたいな、時とか。 あれももうそのニオカが打席に入ったところで、一旦止めて、大体打席にどれくらいかかるかなつって。<laughs> えっと、5分くらいはかかるはずだと思って、で、5分くらい部屋の掃除して、で、俺は全光を積みましたと。<laughs> すごい全光を積みま、神様なんか一切信じてないの全光を積んだから、ニオカ何とかしてくれるかななんつって見たら、初級コンつって、ライトに、 足合終わっちゃって、足合終わっちゃった負けちゃったなんだけど、このタイムラグを取ったおかげで、その、僕はその、ニ岡選手のあの涼しい顔で、すごく度胸がいいとこが好きなんですよ。おそらく外国人ピッチャーで出てきて、いきなり初球はストレートだと。で、そのストレートを、えー、いきなり右に打つっていう、もうニ岡選手の得意な、 ええと、右に打っても飛距離が伸びるっていう。右バッターで流し打ちをしてるはずなのに、飛距離が伸びるっていうところと、あと度胸の良さ。普通の、尊女そこらの選手だったら、見逃してカウント悪くなった後に変化球を、こう、空振りして三振みたいになるところを、なかなか日本シリーズで最後のバッターの代打で出てきて、いきなり振れないよっていうところを、まあ、振って結果アウトなんだけど、ただやっぱりあの二岡選手の、えー、っと、 うんと、あの、度胸の良さが、一歩間違えれば、さよナらホームランにも逆転さよナらホームランにもなるんだから。ましてやさ、ここで熱くなったところでさ、もう10分前の出来事じゃないそれはって終わった話じゃないっていう、俺が応援に入った時はもう終わってたやつなんだから、大丈夫だから、みたいな。そういう感じの見方になりますね。で最後の、えー、試合も、 3対0でそういういろんな心の準備をするわけですよ。ダメでもしょうがないっていう準備をして、で、そこでもう、えっ、ー、と、終盤に中田選手が同点スリーラン打った時にもう大喜びして、ただ大喜びすると同時に、このまま見ててもし負けたら俺やばいぞっていうスイッチもまた入れ始めるんです大喜び一回しちゃったから、つって。で、最終回。 もうちょっともう選手もいないやって言ってる。で、えー、最後代打で鶴岡選手っていう。まあ、鶴岡選手僕大好きなんですけど、もともとはもうダルビッシュとすごく相性のいいキャッチャーで、打撃はダメだけど、まあそのダルビッシュの時のリードとか、それからあとその、まあ、肩も悪くないしっていう理由で割と使われる。で、顔が最近静観になってきましたけど、 もう出なれない頃は、まあ、やられキャラの顔だったんですよ、<laughs> 鶴岡選手って。ね。それが、こう、先シーズンあたり急に格変入ってヒットを打つようになって、選手会長になって、だけど今年は、王の選手っていう控えとこう、どっちがつく、ピッチャーによって使い分けられる感じで、で、選手会長なのにこの、えー、目の前で優勝決められるかもしれない試合に出てない。ラストバッター出てくるわけですよ。これで、 えー、逆転のチャンスをつなぐヒットを打ったところで、俺はもう十分だと思って、もうこれで、<laughs> もうこれで十分だ、もうこれでいい、これでいいっ、つって、その後、30分くらいかなビーフシチューを煮に行ったのは、<laughs> とりあえず <laughs>、あのー、一晩寝る予定のに、煮る予定のビーフシチューの下ごしらえに行って、で、戻ってきて、 心を落ち着けて、ね、見てみたら、えー、次の糸井選手が、えー、ショートゴロ。またショートあの時の向こうの坂本選手の動きも良かったんですよ。取ってから投げるまでの速さが格段に良かった。その坂本選手も守備が上手くなりたくて、今年あたり違うチームのヤクルトの宮本選手にすごい教えを交うたりとかした1年間で、その成果が出てるような、 その、ショートゴロ、足の速い、糸井選手の高いバウンドのショートゴロを取ってすぐ一塁に投げて、間一発アウトにするっていう、その、プレイが出て、ジャイアンツが優勝。こういう気持ちになれたのも、まあ、今起こってることじゃないし。<laughs> <laughs> もう、ジャイアンツは俺が、えー、一番最初に、えー、支柱用の角切りを大きめに作ってる、切ってる大きなブロックの肉から、 角切りを大きく切ってるあたりで、もう、原監督か胴上げされてるわけだから、<laughs> そうやって考えたら、大丈夫だろうみたいな、その心の予防線をいっぱい張らないと、本当に好きなチームが、本当に勝つか負けるかみたいなものに対して、俺こんなにダメになってるかっていうぐらい、もう、ダメですよ。ただもうその工夫をしたおかげで、日ハムありがとう。 ただね、吉井コーチが辞めるっていうのは急に知ったからそれはちょっとショックが大きくて吉井コーチ辞めんだ